皆さんこんにちは。今日はですね、 iPhone のリンゴループを初期化なしで復活させるということについてお話ししていきたいと思います。私は iPhone11 の Pro で、リンゴループになったんですが、初期化なしで復活させることができました。そのやり方についてお話ししていきたいと思います。結論から言いますと、私の場合 iPhone の容量不足が原因だったので、容量を消すことで治りました。でもリンゴループになると電源がつかなくなってしまうので、なかなかできないと思うので、そこについてどうやってやったかお話ししていきたいと思います。まずそもそもリンゴループとは何なのかなんですが、 iPhone が何かの不具合で固まってリンゴのマークやくるくるくるっとしたマークで止まってしまう、電源がつかないという状態になります。原因は様々だと言われていますが、5つぐらい考えられるかなと言われています。1つ目は iPhone の基板の故障が原因で起こる。2つ目はソフトウェアの不具合で起こる。3つ目はアップデートの失敗で起こる。4つ目、物理的な破損で起こる。5つ目、容量不足で起こる。その中でも容量不足がおそらく私の iPhone では原因だったと思うので解説していきます。ちなみに私の iPhone は11の Pro なので、同じ方は参考にしてみてください。じゃあどうやって直すかというところなんですが、その前にいくつか直し方があるのでご紹介したいと思います。1つ目、まずは放置で直るケースもあるそうです。なので何かいろいろ触っておかしくなっちゃうことが嫌な方、ちょっとリスクがあるのでちょっと怖い方は1日放置してみてもいいかもしれません。ただ治るのはごく稀なのであまり期待しない方がいいかもしれないです。2つ目、電池切れかもしれないので充電器でつなげてみる。これは単純に電池がなくて起こってるかもしれないのでやってみてください。3つ目、パソコンに接続し iTunes につなげてみる。iTunes につなげてみて、復活させるやり方はいくつかあるんですが、まずはつなげてみてください。次に SIM カードを抜いて再起動してみる。通信環境のエラーで、なっている場合もあるので、電源を切ってみて SIM カードを抜いてからまたつけてみてください。何か変わる方もいるかもしれません。で次、他の端末から電話もかけてみる。もしこれで電話がかかればリンゴループが解消されることがあるそうです。次にセーフモードというので起動してみる。セーフモードというのは診断用モードというので修理するのに使うモードみたいです。で診断するにあたって通常起動に必要なアプリ以外は全て無効な状態になるみたいなので、これをやってみるっていうのはいいかなと思います。セーフモードのやり方は、一度電源を切って音量を上げるボタンとこのサイドの電源ボタンを押しながら、リンゴのマークアップルロゴが表示されるまで待ちます。でそしたらこの表示されたら音量を上げるボタンのみを押し続けて、ホーム画面が表示されたら離す。これでセーフモードは、完了みたいです。これを一度やってみると、起動するかもしれません。で次に完全放電をする、完全放電をすることで解消する場合もあるみたいです。ただし完全放電を行うことでバッテリーに負荷がかかってしまうことがあるので、それを気をつけてください。であと強制シャットダウンと同じなので、保存してないデータは失われちゃう可能性があるので気をつけましょう。完全放電のやり方はリンゴループのままそのまま放置します。でバッテリーを全て使い切ったら、バッテリーがないというアイコン出てきますよね。それが表示されたら充電をしてみてください。充電をしてしばらくすると、iPhone が起動します。この場合は復旧できているかなというところです。で次にリカバリーモードでアップデートする。さっき iTunes につなぐって話をしたんですが、このリカバリーモードっていうのは iTunes を起動して iPhone の電源をまた切ります。 iPhone の、このボリュームダウンキーを長押ししながら iPhone に接続します。で接続したら Apple ロゴの状態からリカバリーモードの画面が出てくるまで待ちましょう。アップデートまたは復元を必要としている iPhone 何々に問題がありますというふうに表示されるみたいなので、アップデートというのを選択します。これに成功すると iTunes または Finder の画面にお使いの iPhone はアップデートされ再起動中ですというふうに表示されるみたいです。でこれでもうまくいかない場合は、アップデートまたは復元を必要としているというところで復元を選択します。
この場合アップデートの場合はデータ消えないんですが、復元の場合は工場出荷時の状態になっちゃうので、初期化されちゃいます。なので気をつけましょう、はい。で、私はここまでいろんなことをやったんですけど何も反応がなかったので、全然解決できなかったんですが、じゃあどうやって直したかです。今のところまでで治った方はここからは見ないでいいかもしれないんですが、もし治らなかった方、復元したくない方は特に見ていってほしいです。で、私がやったことはまず、再起動します。ボリュームの、このプラスのボタンとマイナスのボタンを一度押します。カチカチで、サイドボタンを画面が、消えるまで長押しします。で、これが再起動です。この再起動を繰り返すと一瞬電源がついてロック画面になることがあります。で、そのロック画面になった時に解除しますよね。で、解除するとおそらく一瞬で切れてしまいます。で、切れてまたリンゴループに陥れます。もしこうなった場合は私と同じ状況かもしれません。で、ここで仮説を立てました。仮説は、容量が増えすぎて iPhone がパンク状態になります。で、その状態でアプリか何かがアップデートを開始してしまって iPhone が対応できなくなってしまっている。で、それでリンゴループに陥ってしまう。この仮説をもとにいろいろと試してみました。じゃあ何をやったかなんですが、まず SIM カードを取っちゃいます。 SIM カードを取ったら再起動を繰り返して、で、電源が落ちなくなったらこのような画面になります。アプリのアイコンが所々消えているの分かりますかね。やはり容量不足だったんじゃないかなというふうにここで思いました。で、このタイミングでやることなんですが、とにかく容量を空けることです。なんですけれども、写真のアプリのアイコンは私の場合消えていたので選択できなかったです。なので不要のアプリをどんどん削除していきます。で、どんどん削除すると、アイコンがどん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 増えていきます。アイコンがどんどん増えていくと写真アプリも出現したので、このタイミングで大量に写真を消します。私は2000枚ほど消しました。するとかなりサクサクなり始めたので、もう大丈夫かなと思い、まだアプリのアイコンが消えていたので再起動してみました。まあ、かなりちょっと勇気いりましたけど。で、再起動すると、全てアイコンが戻って完全復活しました。なのでやることは1、まず SIM カードを取る、2、再起動を繰り返し電源がつくまで何回も試す、3、電源がついたらロック解除しすかさず Wi-Fi をオフ、4、電源が落ちなくなったら容量を空ける、アプリを消しまくる。写真アプリが、起動できる方は写真をたくさん消すといいです。私の場合256GB だったんですが、もうほとんど写真で占めていました。で、消すのってちょっと、まあ、勇気いるなと。 Google フォトにも保存してたんですが、あとバックアップも撮ってたんですが、まあ、なかなか消せずにいたので、ここで思い切って消しました。で、最後アイコンがどんどん増えていくんですが、まだ消えているところもあるので再起動してみてください。そしたら完全復活します。で、最後に重要なことなんですけど、まあ、やっぱりリンゴループに陥らないことですね。リンゴループに陥らないために重要なのは、まずデータは常にバックアップ、重要なものは特に紙で残しておくことです。で、2つ目、 iPhone の容量はパンパンになるまでほっとかず余裕を持っておくようにしましょう。で、まあ、不要なアプリもどんどん取っちゃうんですけど、定期的に見直しをして消していきましょう。ちなみに iPhone のバックアップって Windows のパソコンじゃないとかなり大変じゃないですか。私はフォルダで写真の管理をしたいんですが、パソコンが Mac だと iPhoto に同期されちゃうので結構やりづらいなと思って、なかなかバックアップ取ってなかったんですけど、まあ、どうしてもフォルダで管理したかったので AirDrop で iPhone に入ってる写真を3万枚近くを移行しようとコツコツやってたんですが、 AirDrop でそもそも一括は無理です。数百枚ずつ移動させていたんですけど、3000枚とか5000枚とかになった時にもう無理だなと思ってやめました。で、そこですごく便利なバックアップのアイテムを見つけたので、また別の動画でレビューしていきたいと思います。はい、本日はここまでです。
ご視聴いただきありがとうございました。皆さんのリンゴループが治ることを祈っております。ありがとうございました。